竜、公共術儀巻4公用道章の冒頭、小曰く、教民使用道と、教門が表示され、義曰く以下が、竜による解説。公共術儀は、隋の竜が、公共の教門と、アナアン国伝に付した二書。公共術儀とも書かれる。前後館。京都大学附属図書館の正家文庫に造されている、公共術儀が現存する唯一の本であり、巻一。 巻四のみが損している。巻二、巻三、巻五の部分は、林修一の手によって、部分的に復元された。公共は、儒教において重視された古典である経書の一つであり、公子と創始の問答を通して、儒教の重要な概念である、公について解き明かした書である。公共は全体量が少なく、内容も、比較的簡明であることから、儒教入門書として、 広く用いられてきた。計画が盛んになった大、漢代、公共には、漢代通行の時代で書かれた、今文と、先進の実体で書かれた、古文の二種のテキストが存在し、時代だけではなく、内容や、章の分け方にも相違があった。このうち今文には、五漢の提言の中、古文には、全漢の穴暗黒のつてが作られ、これらを用いて、公共は読まれていた。 皇居の提言中と、アナアン国伝は、南朝の梁において、共に学館に建てられたが、アナ伝は、法系の乱などの戦乱によって、両末に一度滅びた。その後、隋の海王十四年になって、王光一が、皇居アナアン国伝を発見し、著作郎の王将に示したことで、彼と交流のあった龍が目にするところとなった。龍は、北西から隋に活躍した人物で、 国史編纂や石典を務めた学者である。彼は公共術儀を含む技書を数多く執筆しており、他に論語術儀、春秋術儀、少書術儀、孟詩術儀といった著作を残している。義書とは特に南北朝時代から東大にかけて成功した仏教や経学の講義の場に由来を持つ古典注釈の一形態であり、 竜自身も民間において広く計画の講義を行っていた。また、議書の発生には、公共を天使の前で講義する行事を含む石典が深く関係していることが指摘されている。竜は、公共穴伝を高く評価し、ア穴伝の構成を行い、公共経義を表す一方、公共提言中を疑作であると考え、公共さ、枠を表し、さらに公共の教門と、 穴暗黒殿の全体にわたって、儀章を作成した。これが、公共術儀であり、随所、竜殿に、公共術儀五冠、また、随所、形跡史に、千文公共術儀五冠と記録される。この後、公共穴殿並びに、術儀は、特に、河北以北に広まることになった。なお、公共経意と、公共さ、枠は現存しない。聖家文庫像。 公共術儀原本は、巻一には、竜による公共術儀所と穴暗黒の古文公共序に対する竜の義書が収められている。古文公共序の解説部分では、序文の本文を逐一引用しながら、曰く、の形で竜の義書が載せられている。序文の義書を巻一に収めるのは、陸長時代の大霊に習ったものであると考えられる。巻四には、 公共政治省から広志市特省の議所が収められている。関東に公共実技官第四人十六小科官流線と記され、事業に政治省と証明が記され、その事業に創始枠イタリボンなり百三十字と教文の守備と字数が記される。その後の教文アナ穴伝は五教正義短書本の形式と同じく、 まず、零々至りリ零々という形で教問、または注文が提示され、下に疑枠、として竜の解釈が引かれている。教習願は公共術議の内容面の特徴を分析し、以下の数点を指摘する。無理にこじつけて説明する学説を排除し、簡明な理解を心がける。漢代以来の歴代の辞書の説を必ずしも継承せず、独自の説を立てる。 南北朝時代の呪者の説を排除する例も見られる。利用する文献資料の範囲が広範であると同時に、文献学的な考察も見られる。元の水、王将らの学問と似た傾向を持つ。公共術義の内容が、春秋正義、左言正義、孟子正義と一致する場合がある。これにより、これらの三、正義が、流の春秋術義、少書術義。 孟子述議を踏襲して成立したことがわかる。以下は、小勝隆一が公共述議をもとにして、公共政治省における隆の講義の様子を疑似的に再現したものである。とこう、公共の各省のうち、創始の質問から問答が始まるものと、そうではなく公司のご発言から始まっている省と、両方あります。本省の場合、なぜ省の初めに、創始の質問があるのでしょうか 龍、諸君も知っての通り、公共は、講師自ら、フィクションとしてお書きになったもので、葬氏が、このような質問を本当にしたわけではない。これは、無論講師が仮にお作りになった問答である。ここで、龍が解くのは、公共に見える講師と葬氏の問答は、講師が葬氏との問答に固くして創作したものであり、葬氏との実際のやりとりを記録したものではないという、説である。 これは、過去存在した、公共を、創始の長とする説を否定するものである。公共には、提言中と、アナアン国伝の二種があるが、共に古くから、偽諸説があり、どちらが主流となるか、古くから決着がつかなかった。当代、元創はこの問題の解決を試みて、開言7年に、竜とモイくを中心とする古文派と、芝正を中心とする今文派によって、 論争を行わせた。しかし結論が出なかったため、幻想自ら禁帝の注釈を作成することになった。これによって、開元十年、皇居幻想中が作られ、幻想中に合うように元行大き画書を制作した。これによって、因後は、この皇居幻想中、元行大き書を用いることが主流となり、定中、アナデンは共に五代の乱の頃に防逸した。この アナデンの解説である公共術儀も不要になり、防一することとなった。なお、その後北総の経兵の公共正義の成立によって元行記書も防一した。なお、公共術儀は元行記書、経兵書の制作の際にも利用されており、公共正義には竜の名が関されないままひそかに竜説が継承されている例がある。日本は公共並びに定中、 アナデンを古くから授与しており、養老ただしの大学例においては、公共は必修科目と定められ、抵抗に中のどちらを用いても良いとされた。しかし、日本で実際に進行したのはアナデンであり、860年に幻想中を制御と定めた際にも、アナデンの研修は禁じないとされた。このように、公共アナデンは盛んな情勢下で、アナデンに沿って、 解釈を施していた公共術技は重宝され、藤原佑よ、日本国見在書目や藤原頼り長、初見目録といった日本の蔵書目録にも記録されている。特に、妙行堂の清原家は穴でを下本としており、術技は最有力の資料として重視された。しかし、江戸時代に入り、学問の中心が京都の博士家から林家などの江戸の民間受舎に、 移ると、術にもいつしか忘却され、日本でも流伝を絶った。ただし、古文公共公伝え自体は傍一せず、江戸時代にはたびたび観光された。その後、竹内義雄が清原氏の後衛である船橋清志県の彦から、術儀の巻一、巻4を発見し、再び世に知られるところとなった。現存する公共術技の原本は巻一。 巻4のみであるが、林周一の手によって、巻2、巻3、巻5の部分がある、程度復元されたため、公共術技全体の内容を伺うことができる。以下、林による復元の経緯とそのために林が用いた資料を述べる。林は、大正13年に、東京帝国大学文学部品哲学科に入学し、同門の長沢菊也の発表を聞いて、 公共に興味を持ち、昭和4年、岡山県の第六高等学校に赴任してから本格的に公共の研究を開始した。当初は公共定中の研究にあたっていたが、昭和10年、内藤湖南書像の忍者本公共公伝が展示されているのを見た際、信仰のあった石浜純太郎の示唆によって公共術技の研究に取りかかる決意をした。林は主々の 公共抄本に引用されている、術儀の一文を集めることで、術儀の復元を行おうと考えた。そこで、蔵書家である、一柳ともなり、鈴鹿37らの協力を得て、公共抄本を確認し、術儀一文の収集に努めた。また、東京の図書寮、東洋文庫、聖華堂文庫や、京都の京大図書館、上賀茂神社などにも歴訪し、 新資料を探索した。こうして第一次の広本が完成し、その成果として、公共術儀の収録についてを発表した。その後、坪井義正の協力を得て、術儀復元の上で、根本資料の一つとなる、聖華道文庫の公共講伝旧小本の書写を手に入れ、昭和12年に第二次の広本が完成した。この際、使用の便宜のため、 短所本の形式は取らず、今日、中途合国の形式を取った。林は、吉川幸次郎、倉石武次郎の教授を仰ぎながら、術技一文の収集を続けていた。昭和16年には、半年間岡山を離れ、東京大学へ内地留学し、作業に当たったが、他所に引用された、術技の調査には、限界があることを感じていた。この頃、 同窓の吉田健康の紹介で、東北大学の竹内義男との地遇を得た。すると、昭和17年、竹内義男から、船橋清志県の所蔵本を調査した折に、術儀原本の巻一巻四が発見されたことを知らされた。これにより、林の復元作業は、第3段階に入る。林は、術儀原本が短書本の形式であることから、 この定裁に習って再整理を施した。一通りの作業が終了したのが昭和20年5月1日で、すべての構成を終えたのが昭和23年9月21日である。この研究は昭和24年に博士学位申請論文として東京大学文学部教授会に提出され、加藤常健倉石武四郎、和田清によって審査された。そして、 昭和28年、考外業術技復元に関する研究が出版された。林修一が復元の際に用いた本は、聖家文庫像本のほか、大東旧記念文庫書像、公共賞、大東旧記念文庫書像、公共秘書、聖華堂文庫書像、古文公共などである。術技の書き入れが見られる本は、多くが清原家に関係する本であり、術技の伝来に、 清原家が果たした役割は大きい。聖家文庫像、公共術儀原本、流、公共術儀巻一冒頭に、名当たる6年6月秘蔵人信方像のとある。信方は、清原信方、明王6年は1497年。元船橋清志県の所蔵本。1497年、清原信方が何人かに贈与した本だが、実質かどうかは不明。 健一がアナアン国古文公共所の書で、マキヨンが公共政治書から広志市徳省の書である。本書の文章と公共正義に惹かれる術義の文と比較すると、ほぼ一致することから、魔本であると認められる。公共術義の掲載は、五教正義短書本の形式と同じく、まず、零々至るという形で共問、または注文が提示され、下に、 疑枠として、龍の解釈が惹かれているまた、陸長時代の俗字が見え、ある程度腹顔を残していると考えられる。本書は、京都大学基調資料デジタルアーカイブにおいて画像が公開されている。公共正義、京平の公共正義には、龍説が引用されている場合があり、術技復元の際に利用することができる。ただし、術儀が引用される際に編集されることがあり、 原文そのままであるとは認められない場合もある。聖火堂文庫書像、古文公共公伝旧正本庄国寺の住職、横川家史さんの書写本で、遅くとも、明王年間には成立している。本書は、術儀の引用が最も豊富に見られるため、復元の際に有用である。また、清原家に受け継がれていた、術儀とは別の写本に沿って移されたらしく、清原家関係の、 術儀の古竜を修正する上でも大きな役割を果たす。大東急記念文庫所像、公共省、清原信方の実質本。元、鈴鹿37の管理する小指導文庫に所蔵されていた。同じく、豊富に、術儀を引用するため、復元の際に大きな役割を果たした。大東急記念文庫所像、公共秘書、清原信方の実質本。 古指導文庫に所蔵されていた。漢字から混じりで書かれ、信方が講義の便宜のために作った本ではないかと考えられる。五感から二、進むの時期に、計学の注釈学の営みが盛んになり、南北朝時代から東大にかけて、議書が普及した。議書は、党の体操の近邸で制作された五教正義に取り込まれると、家教を通して後世に大きな影響を及ぼした。 したがって、経学研究において義書は重要な存在であるが、現存する義書は、両の子、ただしの論語義書など、ごくわずかであり、義書そのものに対する研究は困難を極めていた。この状況下で、公共術義の発見、復元が研究に与えた影響は大きいものであった。公共術義の研究により、竜を中心とする随大の経学の特徴が明らかにされたほか、 リューラによる儀書が、五教正義の成立に大きな影響を与えていることが明らかになった。また、術義が、儀書の講義の場から生まれたものであることに着目し、その講義での議論の応酬を復元した研究もある。偽作とされる、皇居アナーン国伝の作者については、従来様々な説が出されていた。過去は、随所形跡史のように、竜自身の儀作とする説もあったが、 術儀の内容の分析により、竜の儀作ではないと結論付けられた。ただし、アナアン国による新作とは認められず、陸長の頃の儀作であるとされている。計画の儀書に関する研究は、中国のほか、論語儀書や公共術儀といった重要資料が日本で伝来した関係上、日本でも盛んであった。前書が損していた論語儀書の研究が先行していたが、 公共術技の研究も、林周一によって基礎が固められ、研究対象として重視されるようになった。特に、2000年代以降に入って、日中両国での研究が盛んになり、2000年代2010年代の成果として、教習願、小勝隆一、低祖刀、石立吉良の研究が挙げられる。記念論文集、服部先生子寄宿が、 服部先生国祝賀記念論文集刊行会不参謀1936年4月に収められている京都大学基調資料デジタルアーカイブ公共術技、京都大学2021年1月28日閲覧にて公開されているありがとうございます